はい、こんにちは。タックライフチャンネル、タックです。ですね、今回は、今更ながらなんですけども、ティファールの電気ケトルを購入いたしました。沸騰が早いって言ってね、有名なんですけども、このティファールの電気ケトルもですね、結構種類がありまして、1.2 リットルタイプとか1リットルタイプとか、あとはね、800ミリタイプとかね、いろいろ種類があるんですけども、今回買ったのはですね、こちらの、800ミリタイプ、アプレシアウルトラクリーンネオというね、商品でございます。でね、このケトルの特徴っていうのは、そのシリーズの多分ね、唯一だと思うんですけども、ここに書いてますね、抗菌仕様になっておりますということですね、今回これを購入いたしました。でね、ちょっともう使う前にちょっと気になった点があるんですけども、ここにね、メモリの方が 0.3 リットル、 0.5 リットル、でマックスの 0.8 リットルというふうにね、記載されてるんですけども、このなぜこの 0.3、 0.5 なのかっていうのをね、ちょっと考えたんですけども、で一つね、思い当たる点があったんですよ。これカップ麺なんですけども、このね、注意事項の下の方に、ちょっとこれ見えるかな、必要なお湯の量っていうのがね、書かれてるんですよ。ね、親切にね。これですと、320ml かな。うん。必要なお湯の量が、目安としては 320ml と。で、あとはですね、こちら、北海道ではね、有名ですけども、焼きそば弁当。はい、ここにですね、必要なお湯の量っていうのが 520ml と書いてます。で、あとね、確かの袋麺もね、確か 500ml ぐらいのね、お湯を使うと思うんですけども、もしかしたらね、この300ml と 500ml の目盛りっていうのは、このカップラーメンのためになんかこうね、つけられてるのかなーなんてね、思ったんですけども、まあ真相はよくわかりませんけども、とてもね、その意味ではこう便利じゃないかなというふうに思います。ということでね、使ってみたいと思うんですけども、まあ使い方はね、簡単ですよ。このね、付属の台に、ポットをね、ケトルを乗せるだけと。でね、一応ここにスイッチがありますんで、乗せてスイッチを押すと。で、これであとは待つんですけども、じゃあ実際にですね、今回は 300ml がどれぐらいで沸騰するのか、ちょっとね、試してみたいと思います。じゃあストップウォッチで、じゃあいきますよ。よーい、スタート。今1分をね、越したところですけども、こうグズグズ言ってきました。早いですね。はい、2分でございます。2分になって湯気がですね、見えますかね。2分になって今、お、終わりました。ストップ。はい、ですね、300、だいたい 20ml の水を沸かすのに2分8秒ということです。早いですね。こんな早いんだ。熱っ。このね、取っ手の部分はもちろん熱くないんですけども、ここ触るとね、熱いんで気をつけてください。でね、今これ外側プラスチックなんですけども、なんかね、アルミのね、タイプもあります。そっちはね、熱いのが熱くないのかちょっと分かんないんですけども、とりあえずこのプラスチックタイプ、この辺ね、熱くなりますので、気をつけてください。はい、ということで、今回紹介した商品は、ティファールの電気ケトル、アプレシアウルトラクリーンネオでございました。あとね、一つ言い忘れてましたけども、大体ね、320ml を沸かすのにかかる電気料金は約1円ぐらいだそうです。